よお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。はい、今日ね、2019年5月1日ですね。令和元年です。令和の初日です。ここはね、大阪府枚方市のね、枚方パーク、通称枚パーですね。はい、俺様ね、今ね、一人でね、観覧車に乗ってます。ね、大人が一人でね、遊園地に来て観覧車に乗るってちょっと痛々しいかもしれないですけどね、俺様は一人が好きなんでね。はい、本当はね、俺様の親友のね、たっちゃんと来たかったんですけど、さっちゃんはね、忙しいから無理だって言われたんで来れないんですね。まあでも今からね、夜ね、梅田で一緒に飲むんですけどね。はい、そこのね、なんだっけ、ジェットコースターじゃなくて、なんかサイクリング型アトラクションのね、レールはおしっこ色ですね。はい、ね。この声、隣には聞こえてないですね。はい。なぜだ、俺様一人しかいないしね、隣のあれに、ゴンドラに聞こえるはずはないですね。はい、こんなね、一人で喋ってるの聞かれたら恥ずかしいですからね。はい、遊園地がね、一望できます。ね、で、向こうの景色がね、なかなかエクセレントですね。画面向かって右側がね、京都方面で、左側がね、大阪、神戸方面ですね。はい。ね、そう、なかなかね、いい感じの遊園地ですね。俺様遊園地に来るのね、久しぶりなんですけどね。はい、まあね、多分最後にこういう遊園地に来たのって、まあディズニーランドにはね、4年ぐらい前にね、親友と行ったんですけど、はい。まあこういうなんか昔ながらのね、遊園地に来るのは相当久しぶりなんじゃないかなと思います。多分子供の頃以来かな。ね、子供の頃にね、東武動物公園とか、あと千葉市動物公園のね、遊園地とかに行ったことはあるんですけど、まあそれ以来かなと思います。あとはそうだ。なんか何年か前にあそこに行きましたね。読売ランドに。とある R さんと一緒にね。夏の暑い中ね、読売ランド、京王線の駅からね、読売ランドまでなんか歩いた思い出がありますね。まあでもあそこよりこっちの方がなんかザ・遊園地っていう感じですよね。まあ俺様はね、遊園地って言っても絶叫系は無理だからね、こういう観覧車ぐらいしか乗れないですけどね。はい、まあお前らの中にはね、高所恐怖症のね、やつとかもいると思うんで、まあ観覧車もダメっていう人もいるかもしれないけど、俺様は別に高所恐怖症ではないんでね、観覧車は大丈夫なんです。ただね、高速移動するね、ジェットコースターとかはね、どうしてもダメなんですね。はい。ね、川が見えます。あれは何川っていうのかな。こっちのね、川の手前側にね、京阪線が走ってて、向こう側にね、新幹線とか、阪急とか JR がね、走ってますね。はい、なんかちょうど電車が走ってます。あれは多分ね、京阪だと思います。ね。なかなかね、エクセレントな景色で、向こうにはね、イオンが見えますね。イオンって言ってもね、プラスイオンとかマイナスイオンではないですね。水酸化物イオンとかそういう系のイオンではないです。イオンモールのイオンですね。はい、イオンモールはね、日本全国どこにでもありますよね。中にはなんか閉鎖になってるところもあるみたいですね。ちょっとイオンモールは建てすぎだと思います。はい。ね。そう。ちょっとね、今日天気はいまいちなんですけど、まあでも、まあ午前中ちょっと雨が降ってたんですけど、止んでよかったなと思います。さすがに雨の中ね、遊園地っていうのはきついからね。はい。雲はウィスパー色もしくはコマさん色ですね。はい。で、このね、俺様が座ってるこのね、椅子、おしっこ色ですね。はい。で、ここはね、まあ当然ながら禁煙、飲食禁止だそうですね。まあ、俺様はね、タバコは嫌いだからね、タバコは絶対吸わないんですけどね、飲食はね、するんですよ。まあ、ここではしないけど、普段は飲食をするんですよ。まあ、お前らもね、みんな飲食すると思います。そう、飲食しない人間っていうのはいないからね、飲食しないと人は死んでしまいますからね。はい、でもこの中では飲食してはいけませんってことですね。まあ、どうしてもお腹空いて我慢できない、我慢できないってなっても、降りるまで我慢しないといけないですね。はいね、だいぶね、高いところまで来ましたね。はい、ね、ここからね、下の下々の連中を見下ろせますね。あそこはなんだろうね、なんか子供たちの広場みたいな感じになってますね。なんか迷路みたいな、ちょっとこれで見えなくなっちゃったけど、迷路みたいなね、ものがあったりしますね。まあ、割となんか敷地面積はね、そこそこ広いのかなと思います。ね、これだけのね、大阪の住宅街の中で、まあ、大阪のね、都市部にしてはかなり広大な面積なんじゃないかなと思いますね。あ、向こうには駐車場が見えますね。はい、まあ車で来る人もいるんじゃないかなと思います。今日もね、園内ざっと見渡すとね、子連れが多かったですね。やっぱりこういうところはね、子供が喜びますからね。はい、ね、そう、親がね、子供連れたりとか、あとカップルとかもいましたね。まあカップルはね、割と、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかに行く傾向になるのかなと思いますが、平っ端にもね、来てますね。はい、もうちょっとでね、最頂部行きますね。はい、まあ、俺様はね、カップルで来ることはないんですね。なぜなら相手がいないからです。
本当はね親友のさっちゃんと来たかったんですけどね、まあ、さっきも言ったけどさっちゃんに断られちゃったんでね、まあ残念無念ということですね。はい、残念無念。また来週、また来週は来ないけどね、さすがにね。はい、もう、あ、一番上っぽいかな、ここはね、今俺様がいるところがね、一番上みたいですね。はい、あ、一番上から、まあ、ちょっとこっちの方が上っぽいから、あの、もうちょっと今下り気味ですね。だから半分は過ぎましたね。そうね、向こうはなんかビルがいっぱい立ち並んでますね。大阪の街中ですね。はい、今からね、俺様ね、この観覧車を降りたら梅田に向かいます。梅田に向かってね、親友のたっちゃんとね飲みますね。梅っていうのはね、若い頃は緑ですけどね、成熟すると地盤屋色になりますね。はいね、梅干しとかもね、一般的には地盤屋色ですね。はいね、そう、梅田、だから梅田ってね、地名を聞くと俺様どうしてもね、地盤屋を連想するんですよ。なんでかっていうとね、梅は一般的に地盤屋色だからね。だからそう、梅田って聞いちゃうと俺様はね、地盤屋を一番連想します。はいね、そう、遊園地のね、アトラクションいっぱいあってね、いいですね。まあこういう遊園地はね、結構日本全国ね、経済的に厳しくて、閉鎖に追い込まれるところも多いみたいですけどね、まあ、俺様ね、こういう感じのなんか昔ながらのところはね、ずっと残ってほしいかなと思いますね。大阪府内とか、まあ関西圏内でもだいぶね、閉鎖になった遊園地ってあるみたいですけど、ここはね、頑張って生き残ってますね。まあ、母体がね、京阪電鉄だから、まあ、割としっかりしてるのかなっていう気もしますけどね。あとは場所がいいから、まあ、客は来ますよね。それと、やっぱりどうしてもね、USJ とかに人は流れていくとは思うんですけど、ここはね、価格が安価なんでいいんですね。入園券が1500円で、フリーパス、飲み物飲み放題のフリーパスもね、4000円だったと思います。4様はペ様と言い換えられるから、4000円はペ1000円とも言い換えられるんですけどね。はい。ね、そう、フリーパスね、ユニバとかも、ユニバも確か2回か3回行けばね、年パスで元が取れるらしいですけどね。まあ、だから、近くに住んでてね、ユニバの信者みたいな人たちはいいんじゃないかなと思います。結構ね、ユニバとかディズニーランドとかよりもね、信者はいますよね。まあ、ここね、ヒラパとかの規模になると、信者はいるかどうかわかんないけど、ね、そう、ユニバーサルスタジオや NHK じゃなくて、なんだっけ、ディズニーランドは、ね、結構いろんなところでネットとか見てもね、信者みたいな人の書き込みが、ね、いっぱいいますよね。まあ、信者っていうとね、なんかクレヨンしんちゃんみたいな名前ですけどね、まああんま関係ないです。ちなみに俺様はね、昨日ね、奈良健康ランドに泊まりました。奈良健康ランドはね、今クレヨンしんちゃんキャンペーンみたいでね、しんちゃんの過去の映画のポスターがいっぱい貼ってありましたね。俺様はね、しんちゃんが好きなんでね、結構ね、そういうのはねいいかなと思いますね。そう、しんちゃん面白いからね、俺様はね、物心ついた時からね、クレヨンしんちゃん見てますね。はい。そう、昔はね、しんのすけと同い年だったんですけどね、もう今年はね、2歳ババアと同い年になります。はい。ね、向こうのヒーローショーのステージのあれが見えてきました。屋根がね、ウィスパー色もしくはコマさん色ですね。そう、ザ・遊園地って感じのね、この風景はとってもね、エクセレントですね。ディズニーランドとかね、USJ とはまた違って、こういうね、この昔ながらのザ・遊園地って感じの方もね、味があって、俺様はね、好きですね。はい、木造ジェットコースターが見えてきました。見えてきましたっていうか、さっきから見えてるんですけどね。はい、ね、木造っていうとちょっと怖いよね。確か富士急ハイランドにも木造のがあったような気がします。まあ、俺様富士急は行ったことないんですけど、まあ、それにね、俺様はね、鉄橋系はダメだからね、ジェットコースターは乗れないんですよね。はい、だんだんね、下にね、下ってきます。もうすぐね、終わりですね。はい、ね、俺様はもう久しぶりに、超久しぶりにね、観覧車に乗りました。ね、観覧車に、ね、乗ることなんかないからね。ちなみに一人で乗ったのは多分初めてだと思いますね。一人で観覧車に乗ってね、こんなカメラ向けて一人ごとベラベラ喋って乗るやつもね、なかなかいないかと思います。俺様はね、天然記念物ですね。俺様ちょっと変わってるからね、昔からよくね、変わった人だって言われますね。はい、いや、もうそろそろね、終わりです。あんまりこうね、喋ってて、ね、受付のお姉さんにこう一人で喋ってるの聞かれると恥ずかしいからね、そろそろ喋るのはね、やめようかと思います。はい、もうすぐ終点ゴールですね。じゃあこの辺りでね、締めようと思います。お前らもね、ぜひヒラパーとかその辺の遊園地に行って観覧車に乗ってみるといいんじゃないでしょうか。はい、それではさようなら。ボーボー。